その生まれ持った世界一の権力をある日父が放棄し、一家四人でこのゴミの吐き溜めのような世界に降りてきた。何が人間らしい生き方だ。愚かな父だった。父上、奴隷たちはどこだい？海浜公園。父上、奴らはなんでひれ伏さないのかい？父上、生まれて初めて腹が減った。え、父上、なぜ追われるのかい？父上、母上は死んだ。え、10歳にしてこの世の天国と地獄を見た俺は、元凶である父を殺し、その首をマリージョアへ持ち帰った時に誓ったんだ。こいつらの牛耳るこの世界を全て破壊してやるとな。生まれながら昼のことを知らない悪の様。奴は七部会にしてドレスローザの現国王、クジャの蛇姫とはまた違った極めて異例尽くしの海賊。どう、お前が言うほどでもないさ。俺は十分頭にきた。お前らのやってきたこと考えてみろ。怒りを通り越して笑っちまってるだけさ。ドフラミンゴ、お前は天に選ばれた男なんだ。海賊が悪、海軍が正義、そんなものはいくらでも乗り換えられてきた。平和を知らねえガキどもと戦争を知らねえガキどもとの価値観は違う。頂点に立つ者が善悪を塗り替える。今この場所こそ中立だ。正義は勝つって、そりゃそうだろう。勝者だけが正義だ。覚えてろ、覚えてろ、お前ら。俺は